この動画はですね、えー、また2019年度のですね、調理師試験の、えー、受験申請の、願書提出の動画になります。で、えっと、急ぐべき書類がございまして、えー、何かというとですね、この調理業務、調理業務従事証明書っていう、この書類になります。こちらですね、2年以上ですね、えー、調理に関する業務をですね、 えー、調理の業務を行ってきたことの証明書で,ですね。えっと、えー、職場の方にですね、職場、会社の方にですね、えっと、記載いただいて、えー、提出するものになりますので、こちらはですね、こう自分だけでは進められませんのでですね、えー、急ぎの書類となります。で、このですね、えっと、調理業務十字証明書、 に、えー、記入例というのがですね、こうくっついております。そう、記載例みたいなの。なので、こちらもですね、こう合わせて、このままですね、こう職場に持っていって、あるいは送って、えー、記載いただくという形になります。えー、締め切りがですね、6月7日金曜日になります。当日、決心有効ですけれども、えー、5月の末、 前後くらいまでにはですね、えっ、ー、と、書類を揃えられたらいい,いいかなというふうに思います。余裕を持って申請できるように。なので、こちらが、えー、急ぎの書類、調理業務獣医証明書ということでございました。こちらの動画は以上です。失礼します。